ます。Facebook ライブ用にミーティングをセットアップする。もうこれが多分、録画されてるかもしれないけど、はい。はい、来ました。はい、2夜連続で Facebook ライブ始まりました。皆さん、こんばんは。昨日もですね、大いに盛り上がりまして、本当に遅くまでですね、コメントが鳴りやまずに、私も返すのが必死だったんですけど、いや、本当に皆さんの関心がですね、集まってきてくださることに心から感謝いたします。まあ、今日のゲストはですね、また昨日の吉田さんとは違ってですね、若いエネルギーに満ち溢れていらっしゃいます。私のいちご農家とは、まあ、対極というか、医者です。お医者様です。医学を学んできて、まあ、マーケティングの勉強をしている中でですね、こう出会ったんですけど、医者がマーケティングを学んでるんですよ。面白いですよね。これから先、この日本社会に皆さんが困ってる、国民が困ってることをですね、自分のこの学んできた医学を通じて解決して、より良い人生に導きたい、そんな志を持った若者が今日はこのいちご農家のおっさんと対談をしてくれます。まあ、非常に私もエネルギーを打ち合わせの時点でももらうからですね、とても楽しみにしてます。皆さんが医学界にこんな若者がいるっていうことを、これから先の楽しみを持ってもらえたらなって、そしてこういう若者にもっともっと増えてほしい、まあ、応援したいというか、ぜひですね、応援のメッセージもコメントにいただけて、参加型でこのライブを楽しんでいただけたらと思います。それではですね、はい、岩井さん、どうぞ画面出てきてください。お願いします。はい、皆さんこんにちは。岩井優作です。よろしくお願いします。はい、緊張してると思います。はい、緊張しております。まあ、岩井さんにですね、これから一体この人何者だろうという話を、まあ、質問だーって浴びせるんじゃなくて、ちょっと彼の口からもですね、自分が何者かっていうのを、まあ、10分ほどですね、画面共有もあるよね。ちょっとこうスライドも準備してもらってるので、画面共有しながら、まあ、今日のゲストが、岩井さんが一体何者で、どんな気持ちで仕事に打ち込んでいらっしゃるのか、皆さんの人生の役に立つ人間なのかどうか、はい、査定してください。はい、この岩井さんが何てメッセージをするか、ぜひ査定してください。はい、コメントもお待ちしておりますので、じゃあ、岩井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではよろしくお願いいたします。自己紹介をさせていただきます。ですね、こちら、今ですね、4日間連続で、させていただいたセミナーの時に自己紹介として使っていたスライドになります。私はですね、今現在、株式会社ニトリの専属産業医として、会社の皆様のですね、健康にの増進に寄与しております。そして健康診断の医師をしたりしながら、 YouTube で発信を行っています。そして現在ですね、東京予防医学センターということで、ダイエットをキーワードに予防医学のですね、サービスを開始しました。そして現在ですね、テニスプレーヤーとして年間40大会出場しております。過去からですね、ちょっと遡りたいと思うんですけれども、過去はですね、中高テニス少年でした。私はですね、テニスの怪我をですね、あらゆる関節でしまして、腰が痛かったり手首が痛かったりですね、このテニスの怪我の予防がしたいという思いで医者になりました。大学は日本大学医学部なんですけれども、まあ、こちらの通り学生時代もテニスばっかりしてたということになります。で、この後ですね、私が入れさせていただいた病院、立川総合病院というところなんですけれども、東京の立川にある病院です。こちら2年間の初期臨床研修というのをさせていただきます。臨床研修というのは、いろいろな科をですね、お仕事を実際にさせていただきながら学ばせていただくという科になります。という期間になります。はい、それでですね、その研修医の間に初めて病院で勤務することになったんですけれども、私がこう直面したですね、医療現場の現実というのがございました。医学部の間6年間、さまざまな病気について勉強してきたわけなんですけれども、実際の病院では病気というよりも動けないこと、お体が動かなくなってしまうことが、
幸を作っているということを感じました。これはですね、本当にその病院に入院されて筋力が低下してしまって帰ることができない、お家に帰ることができないということで、転院のですね、調整をしたり、介護施設への調整をしたりする仕事がすごく多かったですね。そういった中でご家族の介護の負担ですとか、ご本人の悲しみというのをすごく感じました。こういった点から、これからは予防医学の時代が来るということで、研修医をですね、実際にやりながら、トレーナーの資格を取得してですね、どうやってトレーニングしたら、死ぬまで生きる体を作れるのかということを勉強しました。そして予防医学をやりたいということで、元気な人がいる場所ということで、会社勤めのですね、方でしたら、まだまだ元気ですので、その方々に健康の情報をお伝えしたいということで、産業医の資格を取得しました。そしてですね、こちら、メディカルスポーツコミュニケーションズという組織を作ったんですけれども、予防医学とスポーツ医学というですね、研修医の間にいろいろと調べたんですけれども、なかなかですね、実践している組織というのがないんですね。日本予防医学協会とかいろいろあるんですけど、一応ですね、調べると健康診断を行っているのみというような形で、本当に予防医学とスポーツ医学と実践している組織がなかったので、ぜひ作りたいということで、これに興味のある理学療法士さんですね、リハビリ職の方、それからトレーナーの方のですね、いろいろなトレーニング関係のセミナーに出る中でリクルートしてまいりまして、今60名ほどのですね、おお、すごい LINE グループで、活動しております。わあ、 LINE グループとか現代版やねありがとうございます。で、その後ですね、2年間の研修が終わりまして、その動けるようにしてあげるにはどうしたらいいのかってすごく考えたんですけれども、リハビリテーションの知識を使うことができれば、それをですね、あらかじめ元気な方に使うことができれば、最後まで動ける体を維持できるだろうと思いまして、リハビリテーション科の門を叩きました。そしてですね、この大学病院に勤めながらですね、それでも予防医学を実践したいということで、取得したトレーナー資格をもとに、ジェクサーフィットネスクラブ池袋というですね、 JR 系列のフィットネスクラブでパーソナルトレーナーをさせていただきました。でその後ですね、やはり病院の中では予防医学が足りないということで病院を飛び出しまして、現在はこちらの会社で元気な方にさらに健康になっていただくということ、そして、自分がやってきたテニスを生かしてですね、テニスユニバースという会社、そして今ですね、もう一つサンスクエアテニスクラブというところで働いているんですけども、テニスの怪我の予防と、そしてテニスをしている方がいつまでもテニスができるようにというところの仕事にかかるようになりました。そしてですね、この転職によって、ひょんなことからですね、時間ができまして、日本の国内大会に出れるようになったんですね。そこで、最初の1年目はですね、勤務をしながらできる範囲で出るという感じだったんですけれども、全日本選手権に出たいという思いが募ってきてまいりまして、ニトリの方にお願いしましてですね、試合に出れるように試合のスケジュールに合わせた日程に変更していただけないかというお願いをしたところ、心よく受けていただきまして、応援するということで、応援いただいて、テニスの選手活動をですね、これをもって予防医学とスポーツ医学を実践しているということを今行っております。やっぱりニトリの看板背負って、ですね、ニトリの看板はですね、まだ背負ってないんですけども100位切ったら社長に言いに行こうねっていうふうに言われてます。あ、じゃあもう100位切れってことね。そうですねすごいすごい。あとちょっとです。ですね、このそれでテニスの選手活動をしていてもですね、なかなか実際に観客の皆様がいるところでは試合ができないものでして、 YouTube を通してその予防医学が活動を配信しているということになります。先ほど先日ありがたいことに1000人登録者数突破いたしました。おお、すげえマジでで、ですね、東京予防医学センターという組織はですね、今から半年前ぐらいに作ったんですけれども、そこでやはり私が尊敬する、実際にテニスの選手活動を行う中で、さまざまなですね、痛みに苦しんだんですけれども、膝が痛かったり肩が痛かったりですね、
そういった中で、まあ、この人はすごいなという治療科の方々にお願いをしてですね、サポートチームというのを作ってもらったんですね。はははは。実は錦織圭よりも充実したメンバーだったんですけれども、それ言っていいの、それ言っていいの、それ広げ、それ話広げていいの、それ。あ、大丈夫ですよ、はい。うわ、自信満々や、すごい。サポートチームのそのなんていうんですか、職種の多さっていうか人数の多さはすごかったんですけど、その方々に、私もですねそれで改善しましたので、皆様にもぜひ、私と同じように治療を受けていただきたいと思って、そういったチーム医療ですね、予防薬に関するチーム医療というのを立ち上げたんですけれども、あ、そうですね、まあ、ちょっとここでですね、あのいろいろなこの紆余曲折のきっかけがありまして、私の先輩に、大学テニス部の先輩に湘南病学クリニック相川先生という方がいらっしゃいます。結構有名だと思うんですけど、好きな人は情熱ですね。で、あの先生にすごくよくしていただきまして、なぜあんなに成功してるんですかと言った聞いたところですね、この3つのセミナーが素晴らしいということで、うん、私も実際に受講させていただきました。え、ナインス、ジェームス・キナーも行ったの？はい。うーわーマジで。はい、すごくし刺激的でしたね。は、淡々と言ってるけど相当突っ込んできたね。そうですね、まあ、いいと言われたものは素直にやってみよう。ちょっと一つ突っ込んでいい？ちょっと途中で入ってごめんね。はい、はい、いい。いつ寝てたの？睡眠ちゃんととっさっき淡々と言ってたけど、はい、ものすごい時間投資して生きてきてるけど、はい、あな、岩井さんの口調と書いてある実績のギャップがすごいんだ、はい、すいません、淡々と喋ってるけど、あのものすごいことしてるよ。僕ですね、あのすごくね、結構ですね、1日9時間寝ると一番パフォーマンスが上がるっていうのが僕自身なんで。いや、9時間で寝すぎやろ。結構ですね、やっぱりトレーニングすると寝ないと回復しないんです。あの、まあ、睡眠はですね、かなり大事にしてきたかなと思っています。その中でこのジェームス・スキナーさんに、青木社長に、清水社長のここを学んできた。そうですね、はあ、皆様のおかげでお時間いただきました。じゃあもうほとんど仕事で出た給料全部突っ込んでんな、これ。そうですね。いや、素晴らしい。ありがとうございます。はい、すみません、続けてください。あ、すみません。で、今ですね、セミナーズ様のグループ会社でスタートアップ支援大学というところで、はい、直接学びながらですね、検索したところ、あの市場調査というですね、あの初めて行いまして、今まで分からなかったんですけれども、あの予防医学というですね、検索ワードがとても低いと。検索数が低いということが発覚したんですね。うん、それで、まあ、ダイエット、あの結構、まあ、病院やに、会社の仕事でもこういったキーワードを聞くので調べてみたところ、この件数素晴らしいということで、うん、このですね、最もニーズのあるところにやはり行かなければいけないというところで、ダイエットのサービスを始めることになりました。と、うん、いうところで、まあ、そうですね、ダイエット業界をふと見てみると、サプリメント置き換え、ファスティング、スーパーフードみたいな、うんうん、まあ、すごくいいとは思うんですけれども、そこは本質なのかなっていう思うところがありまして、そしてですね、またドクターもですね、実はこの健康というところ、予防薬というところですね、私もドクターですので、うん、勉強の過程ですね、学ぶことがなかったんですね、うん、ですので、やはりドクターにかかるとウォーキング、カロリー制限以上というような保健指導がですねされてしまいまして、うん、これだとですね3年間経過を見させていただいた方全然良くならないんですね。あ、本当に良くならない。本当に毎日1日時間ですねウォーキング続けられた方いたんですね。その方の健康診断の数値一切良くならなかったんですね。いや、衝撃、それ衝撃、はい、それやってる人今聞いてたらショック受けるよ。本当になんかもったいないですので。いや、めっちゃ歩いてる人いるよ今。いや、そうなんですよ。俺走ってる時すれ違うけど。いや、そうなんです。ちゃんと理論がですねありまして、うん、まあ、確かに全く歩かない方と歩いた方でしたら、うん、歩いた方がデータがいい、生存率とかですね、そりゃそうだよね、データあるんですけど、うん、その極端な比較になってますんで、もっと有効に活用できるということがあります。皆さんお忙しいと思いますので、ぜひ短時間で効果を上げていただきたいなと思ってます。で、まあ、
もっと本質的な学びを私が伝えていかなければならないと思って、私誰よりも多分実践してるなということで、リーダーシップを取ろうということに出ました。なるほどね、そこは強みだね、はい、うん、まあ一応そんな形なんですけども、そんな感じでよろしいでしょうか。いや今淡々と本当にあんまり感情、テニスの時はなんか卓球じゃないけど、はい、すごい声出しながらきっとやってるんでしょうね。今ね、仕事の仕事バージョンの時は淡々と喋るんですね。あ、そうですか。緊張してますか？いや緊張してますし、情熱的に喋ってるつもりなんですけど。ちょっと一旦共有画面切って、はい、一回また共有画面戻っていいけど、はい、ちょっと一旦戻りましょうか。いっぱいね、はい、今ね18名の方が実際ライブで見てるけど、はい、あのね、井上さん、井上、これ何て読むんだろう、井上さんが仲間に入る方法があったら知りたいですって、医療関係の方かな。ありがとうございます。全然知らない、全然知らない。井上、知るっていう字に量って書いてある。ちょっとわからない。あ、知らない。あ、はい、じゃあ後からちょっとまた質問とかなんとかあったら、はい、後から終わってからつなげばいいね。ぜひ。あの、いや、いっぱいね、今見てらっしゃるよ。お、ラグビーの先生、松井先生も見てる。いっぱいいろんな方が見てる中に、はい、質問が今あったのはそれだね。はい、ぜひ。あ、岩井さん頑張ってください。三沢さん。三沢悟さんって、はい、アチーメントの研修で一緒やった仲間？そうだと思いますね、多分。ね。うん。はい、岩井さん頑張ってねって。ありがとうございます。うん。いや、さっきのね。そうですね、アチーメントの、はい、仲間にね。はい。いや、ここね、真由香先生ってね、古谷真由香先生ってこう、歯科衛生士さんが、はい、またね、これまた予防医学にね、めっちゃ燃えてて、実は、この方とも、真由香先生とも対談するんですよ。あ、そうなんですね。わ、同じようなこと言ってると思って。いや、本当に歯の予防大切ですよね。あ、だってよ、真由香先生。私も、医学部で実は習わないんです、あんまり歯のことって。うん。で、分からなくて、うん。去年ですね、虫歯になってしまいまして、初めてなんですけども。お、いいね、なんか医者が虫歯になるっていいね。はい。それでもう、猛烈に調べましてですね。あ、ほんと。真由香先生、出番だね、これ。本当に、本当にですね、歯医者の先生にお世話になっております。予防大事ですね、ぜひ教えていただきたい。いやー、これね、ちょっと予告になるけど、真由香先生と対談するのが、はい、あ、言ってたっけな、7月中旬にやるんだけど、もうね、正座して聞かないかんような内容だった。もう椅子の上で正座したもん。いや、喋り方が怖いとかじゃなくて、いや、いい先生よ。ごめんね、真由香先生。本当に、ちょっとだけ言うと、歯の歯周病菌が飲み込んで胃袋に行くんじゃなくて、歯茎の毛細血管に入り込んで、そこから血流の中に入り込んで全身に行って生活習慣病。うん、それが癌とかな、いろんなことに、歯が入り口なんだって。だ、芸能人だけじゃない、人間歯が命なんだと。うん、で、フロスをしないと、フロスイズダイ。その、歯間ブラシとかしないと死ぬって、はい、そのぐらい大事なことなんだっていうのね。なんかね、男なんだよね。いや、ごめんなさいね、マイク。もうね、男気あふれる先生なんですよ。はい、その方と対談するのも面白いかもしれない、ね。素晴らしいですね。だから、そういう人とね、組むといいんだよ。いただいて、はい。あ、今思いついた。ほら来た。マイカ先生思いついたよ。その人はね、はい、大家さんっていう保険屋さんのとこに勤務してるの。保険の代理店の方のとこに歯科衛生士が勤務してて、はい、そこに予防医学を唱えるあなたが組んだら面白いね。大家さん面白くないですか？大家さんまたなんか、面白いネタが出てきた。ひらめいた。じゃあ、予防医学をそこまで言うあなたのこれから、ね、岩井先生のこれから先のミッションとか、はい、画面共有したページ書いたやつを、あ、はい、もうちょっと深掘りしていいですか？はい。続きをお願いします。はい。またじゃあ共有させていただきますね。こちら見えてますでしょうか？ OK です。はい。ですね、まあ、私のゴールとは何なのか。ということなんですけれども、スポーツドクター岩井の略で SD 岩井と書いておりますが、東京予防医学センターとして、これ私の理念と一緒なんですけれども、健康増進ということですね。ちょっと読ませていただきます。健康とはただ単に病気ではないという状態ではなく、その人が持つ能力を最大限に発揮し、その人がやりたいことをやり、生きたい人生を生き、
最大限に輝くことにより他の人を幸せにすることができるという高いエネルギー状態のことです。はい。という思いですね。そして私のミッション、東京大学センターのミッションとしてスポーツ医学、これはですね、スポーツが強くなり上手くなることを定義していますが、予防医学、そしてこれはスポーツに全力で取り組むことを実践し、愛する皆様のですね、健康と幸せに最大限の貢献をすることが私たちの使命ですというふうに書かせていただいています。ああ、これちょっとアチーメントのプロスピーカーの先輩の皆さん、はい、すごくいいこと言ってるのにもったいないよねってこれね、昨日のゲストの吉田さんに読ませたらね、はい、もうね、スーパーサイヤ人になって読むよ。あ、本当ですか。いや、とてもいいこと、今響いたのがね、はい、その健康とはその上の方ね、生きたい人生を生き、最大限に輝くことにより、他の人を幸せにすることができるという高いエネルギー状態のことなんです。っていう読み方、伝達力訓練しよう。いや、素晴らしいこと言ってるんですよ、先生。さらっと読んじゃいましたかね。そう、さらっと読んだらね、もう半減しちゃうのよ。めちゃくちゃいいことをしてるんだよ。はい。そしてほら、スポーツ医学、強くなり上手くなることと予防医学、スポーツに全力で取り組むことを実践し、愛する人たちの健康と幸せに最大限の貢献をすることが私のミッションですみたいな言い方して。わかりました。いや、めちゃくちゃいいことをね、理念掲げてんだよね。ちょっと恥ずかしがってますね。いや、まだね、それ自分に矢印が向いてる。あなたのミッションは社会を照らすし、同じ医学の道を進んでいる人に対して希望となる道筋を作るべき価値ある存在です。なるほど。と、私は47歳のイチゴ農家を感じました。いや、ありがとうございます。いや、おっさんに響いたよ。おっさんの皆さん、いかがでしょうか。黒沢さん見てますよね。黒沢さん好きでしょ、こういうの。多分ね、あ、石山さんも見てる。石山さん、こんばんは。いや、今ね、いろんなね、おっさんが見てるんですよ。いいおっさんが。いや、こうさらっと読むにはもったいないよ、この理念。はい。もうね、自分の使命でしょ。命の使い方でしょ。私たちの使命です、はい。私の使命ですじゃなくて、私たちの使命ですって書いてるでしょ。はい。60名だっけ、チーム組んでるの。あ、そのチームは60名ですね。で、私たちの使命ですって、私たちの命の使い方は、愛する人たちの健康と幸せを最大限の貢献をすることがあって、皆さんそんな人に面倒見てもらいたくないですか。自分の好きなスポーツを本当にね、強くなり上手くなって、いやー素晴らしいなって思いました。本当にちゃちゃ入れてごめんなさいね。あ、また来たよ。ほら、岡山にね、イケてるおっさんがいるのよ。石山さん、はい、こんばんは。イケてるおっさんが見てますねって。あ、石山さん、一言ね。あなたもイケてるおっさんです。あなたって先輩ですけど。あ、マユカ先生響いてるってよ、ほら。さっきの歯科衛生士さん響いてる。ああ、ありがとうございます。いや、もうね、見た目は女なんだけど男なんだよ。いや、ごめんね、マユカ先生。ほらほら、あ、いいね。やっぱ、来た来た来た。みんないい人が見てるよ、今日は。この、やっぱ40代、50代っていう、本当今、日本のメインエンジンの方々が、はい、このコロナウイルスの件でも、相当無理しながら、一生懸命日本経済を支えてんだよ。その方々が、体がね、体が資本なの。いや、本当ですね。その人たちを、こういうね、こういう理念に基づいて、ぜひ、支えてほしいね。はい、続けてくださいよ。はい、ごめんなさい、ちょっと入れて。今、いただいたこととしましてですね、一度、本当にですね、経営者の皆様、が今日見ていらっしゃると思うんですけれども、そういった方々に本当に今までのですね、その既存のダイエットサービスの問題点というのがございましてですね、俺も聞きたい。まあ、ダイエットサービス以前に医療の現場でもそうなんですけれども、ちょっともう一回共有させていただきます。これ今日医者見てないかな。まあ、医療の人は、医療の人につながらないからあんま見てないかな。なかなかですね、ドクターはやっぱり病気のことを、確かにその病気のことがすごく難しいですので、逆
逆に何て言うんですかね、私の感覚では自分よりもその病院の中では本当に優秀なドクターが多くて、そういった方に本当に病気の難しい部分はお任せしたいなと思ったので、うん、はい、私は私の得意な部分をですね、うん、やりたいなと思って、そのドクターにですね負担をかけないという思いで予防医学ですね、うん、でこれがですね、まあ、既存のサービス、まあ、医療もダイエットもそうなんですけれども、ダイエットの場合特に期間限定のサービスですね、何か丸々ヶ月で丸々キロ痩せるみたいな、うん、その結果にコミットするみたいなことが言われてまして、うん、まあ、お客様の声なんですけれども、うん、結構迫ったね、うん、はい、それで、あとですね、まあ、消費者や顧客としての関係に過ぎない感じがするということをいただきました。でこれは医療の現場では特にそうで、やっぱり患者医者関係なんですね、すごく距離が遠いんですよ、うん、これ逆に近づけようとするとですね、先輩のドクターに怒られたんですけれども、うん、距離を保てというふうに、まあ、確かにそれも必要な時もあるかなと思いますが、なるほど、ここで、まあ、お客様がですね本当に求めていることは何かということを考えたんですね。で、まあ、実際に伺ったりして自分自身も病院に通ったりですね、その施術のサービスを受ける側の人間ですので、その目線からするとやっぱり本当に求めていることは安心なんですね、うん、でどういう安心かというと、こちらですね、自分がその最後の時までですね、そのお客様がお亡くなりになる最後の時までご家族、そのご本人だけではなくご家族、うん、ご親戚、ご友人、大切な方、うん、社員様丸ごと徹底的にサポートするようなサービスが必要だというふうに思いました。なので、まあ、うん、結構ですね、類似のその予防薬の、授業をされている方で、例えばオンラインサロンをされている方とかいらっしゃるんですけれども、うん、まあこうお食事会とかを開いてみんなに来ていただくんですけど、うん、ちょっとそこでの個別の相談はちょっとお受けできませんみたいな方がいらっしゃったり、うん、っていうのをちょっと調べたんですけれども、まあ、それだとですね本当に皆様のためになることはできないと思ってますので、今ですねこの課題にを解決するということを取り組むというところを今やっています。なるほどね。ここにここ深く掘り下げるって大丈夫かな、うん、ちょっと進めた方がいいですか。はい、ちょっとここです。はい、あまりプライバシーのかかるネタすると、うん、下げてみてください。はい。ですね、で、そのダイエットのところですとか、健康って聞くとですね、なんかその、やっぱ痩せるとか、そういった短絡的なイメージを持たれる方がやっぱ多いかなと思うんですけれども、あ、ごめんなさい。こうですね。この、なんかこう、家みたいなタワーなんですけど、一応私ダイエットイノベーションタワー DI タワーなんでドクター岩井タワーとも取れるんですけれども、タワーを一応考えまして、やっぱり土台に人生の目的があるということで、その上にですねこの3本の柱、筋トレ、スポーツ、ケア、この柱がですね運動の中でどれが欠けてもですね運動としてですね効果を発揮しづらいということがありますので、3本の柱どれが欠けても崩れてしまう構造になっています。うん、その上に食事がある、これですね、うん、健康っていうところで初めに食事ありきという考え方もできなくはないんですけれども、うん、やはり私はスポーツドクターという視点からですね実践していて、スポーツが土台にあってその上にさらにいい食事を乗せていくと、うん、ことが大事かなと思っております。まさにですねいちごのように体にいい食事、そしてビタミン C ですね、最近読んでる本でですねビタミン C の重要性というのもかなり言われてまして、うん、白内障の治癒ですとか、まさにこの活性酸素をですね除去していくということで、ビタミン C の重要性、本当にでイチゴ素晴らしいなというふうに思ってるんです。おお、なんかそういう、なんか大人の配慮をするね。いやいや、心から思ってるんで、本当に皆さんにフルーツを食べていただきたい。そしてぜひですね、竹下さんのイチゴをですね、私も食べたいと思ってるんで、ちょっと今度注文させていただきます。ありがとうございます。で、食事ですね。で、そこに睡眠。これがあって、エネルギー高く、
仕事とプライベートですね、このタワーが成り立つということをお伝えしてまして、実際にこの4日間のセミナーでもですね、ダイエットのセミナーなんですけれども、みんなで夢を語るっていうですねことを やっていただいて、すごい、皆さんですね、夢を語っていただいて、エネルギー高くですね、素晴らしい会ができました。4日間セミナーするの？4日間、4日間連続開催なんですけれども、セミナーは1時間。ああ、そういうことね。ああ、で、そこで人生の目的とかなんとかを、こう、はい、まずは、この順番に、下から順番に積み上げていくっていうセミナーをするんだ。はい、そうですね。で、それ、どうですか、成約率というか、その、どんな感じですか？はい、ですね、10名の方に受けていただいたんですけれども、10名中10名がですね、次の個別面談へ進んでいただいたという結果になっています。伝わったんだ。伝わったんだね。大体どういう方々がお見えになったんですか？これがですね、実は事前にアグロさんっていらっしゃるじゃないですか。はいはい。はいはい、実は 3C 分析のですね、教えていただきまして、はいはい、その時のアグロさんからのですね、アドバイスが、もうドンピシャだったんですけれども、とってもその健康意識の高い方ですね。例えば、もう整体院を開業されている方、エステティシャンの方、理学療法士の方、介護福祉士の方ですね、ケアマネージャーの方ですとか、あとですね、一人テニスをですね、毎日やられている方っていう方もいらっしゃってですね。あとは、ダイエットに何度も挑戦していて、ある程度成功されているという状態で、さらに本質的なものないかというところで探していただいたという方が来ていただきまして、そういった本当に僕よりもですね、知識あるんじゃないかという現場で戦っていらっしゃる方が来ていただきました。その方々にどういうアプローチをしたの？アプローチですか。的絞ったじゃない？的絞ったというか、今結構後半やったよ。結構後半やって今モチベーションの異常に高い方ということですね。ああ、そういう意味での、はい、ああ、なるほどね。健康に対するモチベーションが異常には指導者ね。そうですね、リーダー。指導者に近いよね。はい。その方々に対してアプローチして、はい、まあ、東京近郊の方。いや、これもオンラインでやりますので、全国。ああ、オンラインでね。はい。はは、そんで全国から集まって、まあちょっとここでね、 3C 分析って言ってマーケティング学んでないとさっぱりわからんと思うから、まあちょっと補足説明する、はい、する、はい、学んだ結果をちょっとほら、せっかく価値ある情報を届けるっていうことで、はい、3C 分析とは何ぞやと言われたら端的にどうぞ。ですね、お客様がどんな人で何を求めているかっていうのを考えて、お客様が求めているものの中で他者がやろうとしてもできないことで自社の強みがある部分、その重なった部分を自社のサービスとして行うということだと思います。間があったらよかったなもう少し間が置いて、聞いてる人目線でもう少し間を置いて言うとよかったな。まあでもね、でもそういうことが、はい、ね、これ視聴されて皆さん、このマーケティング、さっきね、ラーニングエッジ清水社長っていう名前が出てましたが、そこでスタートアップ大学とか佐藤翔太さんって教えてくださるんですけど、 3C 分析っていう手法があって、お客さんが何を求めてるのか、今で言うと、まあ、指導者として健康に異常にモチベーションが高くて、やっぱもっともっとそのダイエットのこととか健康意識とかをもっともっと知りたいという願望を持ってある方に対して、他の競合さんが、ダイエット関係の競合さんがやってなくて、岩井さんの、自分がスポーツトレーナーでもあり、自分が学んできた予防医学の知識とかで、競合がやってなくて相手の願望を満たすものが岩井先生にあるわけよね。はい、だから10の10だったわけよね。そうですね。ね。だから本当にこの 3C 分析とか学ぶとすごく、私も一語でそういう分析をして今やってるので、まあお互い良かったよね。マーケティング学んでですね。はい。はい、非常に、来た。はい、じゃあ次続けてください。これはですね、そのリーダーになっていただく方に向けてということで、こういったメッセージをしていたということですね。リーダーとは先を行く人のことです。あなたの成功が周りの人の勇気と希望になりますと。もうダイエットの成功もそうなんですけど、あなたの夢の達成ですね、
その人生の目的が成功することによって何勇気と希望になるということをお伝えして、岩井さん、ちょっとごめんね、はい、口挟んでごめんね。これさ、はい、これはい、私生徒です。はい。私困ってます。はい。めっちゃ今からね、その健康の異常にモチベーションが高い、はい、トレーナーとしてこれからやっていこうとする受講生が岩井先生の目の前にいるとして話します。わ、はい、かりました。ですね、まあこれですね、あなたが健康のですね、リーダーになっていただきたいと思っているわけです。リーダーというのは先を行く人のことです。リーダーズゴーファーストというですね、偉人の言葉があります。あなたの成功が周りの人の勇気と希望になるわけなんですね、うん、本当にあなたのそのエネルギーがですね、周りに伝わっていくわけなんですね。なのでまずあなたがこの本質的な知識というものを学んでいただきたい、うん、そして本質的な知識を求める仲間とですね、うん、一緒になっていただきたいというふうに思います、うんうん、これは何もですね、その治療家さんとか、うん、そういった方ではだけではなくて、うん、実際にご家族のリーダーとして、うん、ご家族をより幸せにしたいと思っている方もそうです。特に私の場合はですね、自分の母親が本当にリーダーシップを取ってくださって、うん、健康について家のことをですね、全てやってくれました、うん、健康的な食事を作ってくれたりですね、そして、まあ、大切な社員さんのいらっしゃる社長様、そういった方がこの健康というものを手にしてですね、成功していただくことによって周りの人の勇気と希望になるということをお伝えしています。実際にその普通のお医者さんという方は、まあ、病気のスペシャリストなんですね。病気と薬のスペシャリストだと思います。薬もですね、非常に多いものがありまして覚えきれないんですけれども、うん、薬の勉強をし続けるという状況がありますので、うん、残念ながら健康のリーダーではないと思っています。トレーニングや健康になる方法ですね、学ぶ機会というのはドクターにはありません。なのでそれはむしろトレーナーさんや理学療法士さんの方が運動については詳しいし、うん、栄養については栄養士さんの方が詳しいかもしれないです。なのでそこからですね、実際に私が学び続けたことというのをぜひ皆様に利用していただきたいというふうに思っています。そして最後にお伝えしたいのがこれですね、学んだだけでは全く効果がありません、ぜひ実践をしていただきたいというふうに思いますが、ここでもまたいろいろな障壁が生まれますので、うん、その障壁をですね、みんなで一緒に乗り越えていくというのが私が提案しているこの東京予防薬センターのサービスになります。なるほど。これもう一回画面出てきてもらっていいですか、先生。はい、はい、ちょっと一回共有といて、はい、これさ、いや素晴らしい。これメッセージ力もっと上げてほしいわ。ありがとうございます。いやごめんね、フィードバックしてごめんね。いや、やっぱりね、素晴らしいこと言ってるから、ぜひね、アチーブメントのプロスピーカー試験までぜひ行ってください。はい、これね、私もそうだったんだけど、どんなに素晴らしい情報やサービスや商品を持ったとしても、はい、それを伝える力がなかったら存在しないと一緒なんですよ。で、一応 3C 分析をして、まあ、10人セミナー受講してくれて10個別相談に行かれたけど、10申し込みそんなもんじゃない。今の話、まあ、結構踏み込んだね、ドクターに対する見方を、まあ、岩井先生の見解だけど、困ってる人いっぱいいると思うんだよね。いや本当ですね、うん、10人で満足してるんじゃなくて、いや100人とか、いやもっともっとたくさんの方々に岩井先生のことを知ってもらう責任がある。はい、そして岩井さん自体がそういう若者の本当にその動けるっていう幸せをね、健康のリーダー、あなたが健康のリーダーだって言える、そういった指導ができる人が増えていったら日本良くなるよね。間違いないです、うん、でその仕事をしてる人たちがさ、はい、もっともっと自分たちの存在価値が高まるじゃん。間違いないです、ね、あなたは伝達力をつけなきゃいけない。はい、メッセージ力をもっともっとつけてほしいな。輝く、もっともっとこう素晴らしい知識と実践をされてきてるし、マーケティングも学んである、まあ
たまたまね、私はアチーメントのプロスピーカーっていう、こう試験を受けて、メッセージ力をつけて、私が思うに、マーケティング学んで、アチーメントのプロスピーカーの伝達力を持ってたら、無敵です。その、マーケットを作る、そのマーケットを開拓していく力と、メッセージ力をつけたら、このオンラインの時代に、岩井先生の価値は、もっともっと光り輝く。はい。そして社会に必要となった存在となって、同じ業界の方々に光となると私は今感じましたね。ちょっと、はい、ちゃちゃ入れました。ありがとうございます。まだスライドあるよね。あ、いや、あの、これ別にあの、セミナー用のスライドですね。ああ、セミナー用のスライド。今回用ではありません。あ、わかりました、はい。ちょっとね、まあいいメッセージの連続だったんですけど、ちょっとコメントが来て、おお、いっぱい来てるのか。コメントというよりも参加者が参加しました、参加しましたで、ね、多分岩井先生の話がずっとスライドで動いてたから、質問っていうよりも参加、あ、無敵になりたいですね。あ、来てる。あの、行政書士の竹村先生、はい。無敵になりたいって。そうですね。だからみんな本当に自分の腕でね、家族守って大事な人守るために一生懸命勉強してるじゃん。俺だって本当にイチゴで、イチゴ売ってるんじゃないんだよね。そのイチゴを買ってくださるお客様の家庭の幸せを作って幸せを売ってんだよね。で、あなたは自分のそのダイエット情報じゃなくてその人の幸せを売ってんだよね。そうですね。だから俺たちメッセージ力つけなきゃいけない。志を持った人間が本当に自分の志をね、日本中の同じ志を持った人たちに響く共感共鳴していくには、いやー今日ね惜しいなもうトレーニングあの、健康のトレーニングは受けないかんけど、はい、伝達力のトレーニングは、もうビシバしていったらいいかん、ね、昭和の大会系やから。あ、でも大会系だからいいね。いやぜひね、アチーメントの学びも、ちょっと本当に、あそこほど伝達力の学びになるところは、私は知らない。はい。もうあの、プロスピーカー試験の、まあ、一次試験、二次試験って、日本プロスピーカー協会の一次試験、二次試験は、本当に価値があります。今持ってる知識、それがもっともっとたくさんの方の志に火をつけることになると思います。はい。お、ほら、私のね、同期、あの、一緒にね、学んだから、酒井邦子ちゃんっているんですよ。大阪でね、あの、はい、ホワイトニングの、あの、歯科衛生士さんに、多くの方に伝えなくてはいけないメッセージですねって、はい、ほら、応援来てるよ。ありがとうございます。ほんで、今日、真由香先生何回も登場してるけど、実践にこだわる姿素敵です。ありがとうございます。もうね、今日、マイカ先生、ぞっこんだよね。あ、黒沢先生。あ、黒沢先生で、黒沢勤さんってね、私のことすっごく面倒見てくださる、あの、不動産の社長さんがいるんですよ。はい。もうね、岩井さんにアポ取りって、書いてるよ。いや、この方もやっぱ社会にものすごく、その、いろんな方を、いろんな、その、若い目を育てようと思って、一生懸命頑張ってたんで、もうね、ターミネーターがサイボーグになってても頑張って生き延びてほしい。いや、まだ若いんだけどね。ただまだ60前なんだけど。黒沢さんにはね、ロボコップになって生き延びてもらいたいから、はい、ぜひ岩井さん面倒見てか、メンテナンスしてあげてください。はい、いやいや、やっぱね、そういう応援団が響くのはメッセージ力がね、素晴らしいものを岩井さん持ってるんですよ。はい。メッセージ力身につけようね。はい、よろしくお願いします。いや、まだ緊張してるもんね。圧倒されてるでしょ。いやーでもどうですか、こういうライブ対談って、自分がセミナー講師で自分が主導権持って一方的に喋、ね、るっていうのは経験されてると思うけど、どうですかこれ、はい、私に料理されるのは。やっぱりそのあれですよね、竹下さんのだからという緊張感が僕今日ずっとお昼から緊張してました。あ、本当に。だってセミナー4連チャン4日連チャンするセミナー講師でしょ。はい。一人の47歳のいちご農家のおっさんに緊張してどうするんだよ。そうですね。あ、緊張するんだ、やっぱり。はい。やっぱセミナーと何が違う？セミナーと何が違うか。なんでしょうね。竹下さんだからっていうところで。あ、俺、圧力、よく言われるのよ。圧力を感じます。いやいや。しっかりしないとなって思いました。いや、でもね、嬉しい、嬉しい。やっぱね、本当に、ああ、一生、こんな簡単にならないし、一生懸命やってたろうし、お母さんが
そのリーダーを見せてくれたって、お母さん、具体的にどんな仕事して、どんな人？ですね、仕事は一応薬剤師の仕事を持ってたんですが、専業主婦をしてたんですけれども、とにかくですね、栄養ですね、食事に対するその健康意識というのがものすごい高い方で、母親がその食べてた食事、朝食がですね、ヨーグルトに黒ごまを入れて、きな粉をかけて、プルーンを入れて そこにアマニオイルという体にいい油を垂らしてあ、聞いたことある。食べるということをやってたりですね。それって今の丸なの？いいの？一応丸ですかね。あ、一 細応。でかくも、言うといろいろなんか考えるべきところはありますけど、すご母く。親の愛情のミックスがすごいね。それは母親の食事だったんですけど、私自あ身はなんかすごい朝から鮭定食みたいな。こんなに食べれないんだけどみたいな感じで、もうサラダがドーンってあって、毎食後にフルーツですね。あ。毎食後フルーツ。フルーツ食べないと怒られるんですね、本当に。それ、リンゴとか？もうあらゆる、本当にいちごも出していただきましたし。お母さん今おいくつ？おいくつって年齢言ってお母さん見てないよね？見てる？いや、見てないです、見て見ないてないよね？お母さんいくです。つ？62歳ですね。まだ、50代ぐらいの、40代ぐらいの若さ？そうですね、まあ、バ結リバリ構、元気じゃない？もしかして。もう結構そですんね、なんやったら。学び続けることをしてますね。ヨガのコースとか行ったり、ヨガを学んだり、岩井って検索したら出てくる。いや、そこは、ま、出てこないかなと思いますけお母さんと対談してみたい。ど。いや、話止まんないですよ。あ、もう一方的に私が飲まれるね、多分ね。多分今の混ぜ込み方の種類見たら半端ないなと思って。いや、半端じゃないですよ。パワフルではあ、すね。すごいね。で、じゃあ、もう、息子の今の生き方、お母さんなんて言って今の生き方ですか？る？うん。それはちょっとコメント聞いたことないですね、あんまり。いや、聞いてみてよ。わかりました。うん。どんなふうに感じてるんだろうね。お母さん、伝達力すごい？いや、そうです。話が長いです。ずっと話してます。あ、ずっと話してる。で、それを聞いて育ってきたんだ。ああ、そうか。いや、これさ、やっぱり、もちろん素晴らしい。これ、もっともっと勉強していく必要もあるんだろうけど、伝える力。伝える力あったらすごいと思う。うん。いや、いっぱいね、今いろんなメッセージもらって、あ、マイカ先生、石井先生、ハーキレイって。ほら、名前覚えられてないよ。岩井先生やって。岩井優作やと。石井先生、一応、ハーキレイって。毎日フロスをさせていただきますね。いや、マイカ先生、これ、マジボケよね、これね。今、多分本気でボケてるよ、これ。いや、さっき黒沢さんね、ロボコップになってもいて、53歳だって。ものすごく絶大な影響力を誇ってるから、もう70ぐらいかと思ったけど、53歳だって、黒沢さん。いや、いい方だよ。あ、70、あ、こう太宰府に住んでる矢野秀子さん、こんばんは。バーバーも見てます。静かに語られていますけど、響きますねって。あ、これ、あとなんでだろう。もったいないから有名になっていただきたいです。ほら。ね。あなたのおばあちゃん年齢 おばあちゃんの年齢、おばあちゃんって言ったら失礼かな。いや、もうそういう応援団がやっぱね、聞いてくれてますよ。うん、ありがたいね。ありがまあ、とうごたざいくさまんの方が今見て、あ、竹村さんまたコメント来てる。行政書士の竹村さん、二次試験2回ね、2回ナイストライがあってチャレンジして、だから伝達力が磨かれましたって。そう。伝達力やっぱ簡単につかないんだよね。あ、俺もそうだけど、簡単につかない。普段から、例えば、今さっき話したことも、私が受講生だと思って、いやいや、本当にね、困ってる人が目の前にいると思って、何回も練習したんだよね。自分に問いかけた。本当に困り果ててる自分がいたとしたら、っていうこういう間とかね。相手のこと、相手が本当にこの胸に、心に響く、下投げのキャッチボールで、自分が一方的に言うんじゃなくって、本
当に相手の心に響くメッセージの仕方って人間対人間で練習していかないと絶対うまくならない。だからやっぱり研修って必要、練習試合をする場が必要、はい、それはやっぱりちゃんとプロに学んだ方がいいから、はい、あなたの知識は本当に素晴らしいので、岩井さんの、岩井先生の知識をね広く社会に伝えるためにぜひ伝達力のプロフェッショナルになってください。はい、うん、いやこれすごい必要よ。いや竹村さんが本当に2回ね、いやこれ最多で5回6回チャレンジして合格する人もいるんだけど、はい、やっぱそれほど伝えるって簡単じゃないけど変われます。うん、今淡々と喋ってたから途中で無中どうかと思ったけどそういうことじゃない、そういうことじゃない。いやまあね、だんだんエンディングに近づいてきましたが、まあ、改めて岩井さんね、はい、これから今おいくつでしたっけ、もう一回ごめんね聞いて。今30歳ですね。はい、40歳の自分ってどんな風になってると思います？40歳の自分ですか。10年後。そうですね、やっぱりその健康に対しての健康増進というメッセージを、まあ、日本全国に届けたいですね。本当に多くの僕のそのセミナーに、まあ、数百人数万人の方に聞いていただきたいというふうなメッセージだと思ってるんで、うん、それによって、まあ、本当に日本のですね介護費医療費というのを削減につながりますし、そういうふうに思ってます。よしよし、言ってることは素晴らしい。でもね、はい、今恐れが伝わってきた。恐れですか。不安と恐れが伝わってきた私。まあちょっと視聴者の方がねどんな風に伝わったか分かんないけど、はい、いや言ってることはね本当に素晴らしいんですよ、はい、まあ多分それをねこれから実践されていくんだろうと思う、はい、その中に失敗もある。でもやっぱり口に出して言うっていうことがとても大事。今言ったことを言い続けてください、はい、そしたらそんなことできるわけないじゃないかっていう人が9割1割の応援団に出会うから、はい、100人いてさ、あなたがそう掲げたときに、そんな綺麗事言ってね、何言ってんだよって、現実見ろよっていう人が99人いたとしても、はい、1人の応援団が出てきたら、言う価値があると思う。言わなかったら、100人と大人の付き合いなんかしてる暇ないよ。あなたが目指す人生の目的に対して、あなたの情報を求めてる人が必ずいます。岩井先生の言葉で、岩井先生のそのセミナーで人生が変わる人が必ずいます。待ってる人がいる。だからぜひね、言い続けてほしいなってちょっと今思いました。不安と恐れ、まあなんだろう、不安と恐れ人間だからあるよ、はい、やってもないことを言うのはね。でも今やれることに全力を集中してたら必ず道は開けるんで、今日ね、ナイスガイのおっさんたちが見てくれてますんで、ほらまた竹村さん、今日竹村さん登場率高いね。岩井さんってタイじゃなくって、はい、ますが伝わりますよ。なりたいじゃない、はい、やりますって言うとね、めっちゃ説得力あるよ。自分にスイッチが入る、はい、自分の潜在意識にやります、必ずやりますって言ったら背水の陣だよね。これやっぱね、修羅場を越えてきた竹村さんのやっぱコメントは重たいね。この方は北九州のスペースワールドっていうところね、ちょっと竹村さんの話でいいかな。北九州のスペースワールドっていうところでこうね倒産したんだよね。でそこで幹部で営業部長で頑張ってたんだけど、突然の閉園でもう50過ぎてから職を失った。それから行政書士法人を立ち上げて、そして伝達力身につけられて、もちろん自分の専門職も勉強されて、そりゃ大変だったろうと思う。家族ね、ひっくり返るよ。でもそっから立ち上げて、本当今60、竹村さんいくつだっけ ?60、もうちゃんちゃんこ来てる、60のお祝いもう終わってるから、それでも伝達力を学び続けて、今プロスピーカーとして活躍してやる。そのなぜかって。やっぱりその大変な目の修羅場をくぐってきた時に、伝わらなかったんだよ。自分の専門職磨き上げてきても。でも伝えれるようになったら、今竹村さんゴイゴイって。岩井さんの志をぜひね、たくさんの方々に伝えてほしいなと思います。ほら、杉中さん、絶対できるっていう応援だよ。あ、古谷先生、名前訂正してる。岩井先生、素晴らしいです。あ、名前覚えられた。ありがとうございます。佐々木大輔さん、介護費、医療費削減。私も目指して事業してます。これは仲間がいた。
あ、竹村さん、今年61歳だって。61歳で今、バリバリ勉強してるよ。ねえ、まだ30歳。うわ、すっはい。げえ若いな。俺47だけどさ、30歳でその志やろ？岩井先生、化け物だね、40の時。しっかりついてきてください。俺、医学の何でもないけど、やっぱり熱量のある、業界のリーダーたちとね、ぜひね、岩井さん、本当に、アグロさんとかね、はい。もう不動産の仏の不動産を、アグロさんいいよ。ああいう人とどんどん付き合って、佐藤翔太さんとか、本当清水宏一郎社長にしてもそうだけど、本当にいい方と今巡り合ってるんで、素晴らしい社員になってほしいなって思います。まあ、ぜひね、あとちょっと、もうちょっとあるから、ラストメッセージ。はい、今日視聴者の皆さんに伝えたいこと、ぜひちょっとこれ録画で YouTube にもアップするんで、あなたの岩井さんの仲間にもぜひ見てもらいたいし、今日この時間に見れなかった人にも私ぜひ見てもらいたいんで、ぜひワンメッセージ。はい。まあ、あと5分ぐらいあるんで。3分。3分メッセージ。熱量バーンでお願いします。どうぞ。はい、皆さん、今日はご視聴いただき本当にありがとうございます。皆様の健康というものを本当に考えたときに、今後ですね、人生、まあ、100年時代と言われていますけれども、私が実際に見てきた病院の現実では、もう今の時点で100歳、102歳、103歳、99歳、そういう方が救急外来に、そして病院の中にたくさんいらっしゃいました。私たちがその時を迎える時にはもう少しですね、伸びていると思います。私自身はそれを120歳と掲げています。まあ80歳をピークにしたいという声はすごく聞くんですけれども、ピークは80歳ではなくて120歳に持っていきたいと。ピークというのは人生の幸福度ですね。幸福度っていうのは周りの方への貢献だと思います。それを120歳でピークに持っていくためには、どういう気持ちで取り組んだらいいのかと。それはおそらくアスリート以上に、本当に質の高いトレーニング、科学的な根拠に基づいた食事というのをやっていく必要があります。ですから私はアスリートとして実践をして、その厳しい勝負の世界で実感しています。私が実感していることを皆様にやっていただければ、皆様は必ず120歳になった時に人生のピークを迎えることができます。ぜひ、皆様一緒に、これからもですね、学んでいけたらと思いますので、これからもよろしくお願いします。皆様の健康と幸せを心から願っています。ありがとうございました。いやー、拍手。120歳時代が来るんだね。やっぱ、まあ、プロがやっぱりその現場見てそう言うんだからそうなるんだろうね。47歳だけど、一応そのタバコも酒もしないからさ、120歳になったら俺あと何年イチゴ作れるんだろう。お、すげえの作るぞ、みたいな。いや、今日ね、実はね、ポーランドの、30歳の方と、ポーランドにイチゴをね、納めようかっていう話をしたんですよ。世界中にね、世界人口爆発するじゃん、今から。80億か100億に向かって爆走していく中で、さあ、いろんな健康問題とかも出てくるよ。でも、岩井先生みたいな方がしっかりケアしてくれてたらさ、世界はどん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 良くなる。日本もどんどん良くなる。我々農家もいいものを作って世界中にメイドインジャパンの誇りがブワーって走る時代が来るって信じてます。私を120までじゃないや。不老長寿の薬じゃないけど、不老長寿のトレーニングだね。そ不老長寿のトレーニング、まあ不老長寿って、まあ、死なないかんけど、もう人生のピークはでもまだずっと楽しめるってことは素晴らしいことだね。一うです。そうで回すな、ね。その頃本当に月とか惑星とか宇宙戦艦ヤマトなんてどっか行かないかんやね、きっと。いそうでやー、す。なんか夢のある話を聞きました。いかがでしたでしょうか？お、なんかいっぱい拍手来てるよ。素敵ですねって。一緒にテニスしたいって。あ、大森保さん。半月板ないけど、半月板ないんだったら 半月板ないんだったらテニスできないよね。いや、大丈夫です。大丈夫？あ、そうなの？保さん大丈夫だって。酒井邦子さん。
うわ、私は120歳まで生きると決めていますって。ほら、歯科衛生士さん、素晴らしい。嬉しいメッセージ、ありがとうございました。健康寿命大切ですね、120歳で。川原浩二さん。いや、やっぱね、響く人には響いてるから、応援団いっぱい出たからさ、どんどんメッセージ力つけて、岩井先生、どんどん発信してください。で、お互いの YouTube チャンネルにアップできるように、動画の方のデータも送りますんで、たくさんの方々に岩井さんの熱意をね、メッセージを伝えてもらえたらなと思います。今後もますますの活躍を記念してます。今日はいろいろ言って、いろいろフィードバック来ましたけど、またね、アチューメントの学びでも会いましょう。ラーニングエッジの学びでも会いましょよろしくお願いう。しまはい、今日はどうもありがとうございました。じゃあ、視聴者の皆様にす。最後、手を振って終わりたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。カメラありにがとう向かっございまして。た。はい、ありがとうございました。じゃあ、今日はこれで終わります。ありがとうございました。